グランツーリスモ7のサーキットエクスペリエンスの攻略情報をお届けしてまいりたいと思います。ワールドサーキットからアクセスすることができます。報酬がね、美味しいんですね。オールゴールドを取るとここだと1億2000万もらうことができます。オールブラウンズとアーステイですね。そうですね、はい、元で必要なしです。このポルシェは貸してくれますから、教習車という形でね、これに乗るしか逆にないということでございます。基準は厳しめです。まあここで帰らないでほしいです厳しめだから練習になるんでね、ぜひともグランツーリスも上手くなりたい方多いと思うので、一緒にやっていってくれたら嬉しいなと思いますの で、今開催中のオンラインタイムトライアルがここのスパですので、その練習にもいいと思いますので、ぜひやってみましょう。そうですね。ということで、じゃあ行ってみましょう。こちらが先ほど走ったセクター1です。セクター1ちょっと左に最初に寄せてもいいと思うんです。追加でハンドル左に切ってもいいですね。左に向かってるんですが、でここの赤いしましまに乗っかったら、フロントタイヤが乗っかったらブレーキをして2速か1速にします。好みがありますけど、1速に綺麗に下がらない時があるんです。私の場合1速にしました。ここの今マーカーが出てたんです。マーカーをちょっとフロントタイヤが超えたなと思ったら右に切り始めます。抜くようなブレーキで最後にスンと離し方によって曲がり方が変わるんですよ。それをですね、操ってここの辺をかすめていけるように頑張ってください。で、押し出すような加減でアクセルを踏みます。2速でもちょっと滑ることがあるので気をつけましょう。で、ここからノーブレーキで、これをですね、今マーカーが通ったんです。それを背後にして、左に切り始めます。右タイヤだけ残してですね、右タイヤをここを通す感じです。縁石の上を通します。でここの縁石が途切れるところがあるんですね。そこの途切れの内側の角って感じですから右に曲げて坂を登ります。ノーブレーキで行けますので、第一コーナーさえうまくいってればなんとかなる。これはね、やり込んだので、かつての私の記録を抜けませんでした。915でございます。続いては、セクター2を走った時の映像です。これは、縁石が見えてきます。縁石にぶつかる手前で、ブレーキを踏み、2速にします。オンラインタイムトライアルでは、ここの、キュウリ、アスパラ、あるいは、棒、最初から棒って言いましょうか。棒に当たっては赤い判定を食らってタイムが無効になるんですが、ここは少々かすっても大丈夫ですので、より思い切っていきましょう。でですね、ここにね、右端にモラがいるところに緑のエリアがあったんです。棒の土台みたいなやつですね。車体の後ろ側が過ぎ去ったなと思ったら、左に行くぐらい。十分右に曲げてから左ですね。をやりましょう。で3速にして、ここなかなかの速いスピードで突っ切ります。ここの緑の部分、左はもうちょっと柔らかいんです。ここの縁石の次の緑の部分に左タイヤを乗っけて走ります。で赤いしましまに入って、ここの縁石の手前でちょっと右を向けて、大きく右を向けるんではなく、やや右を向けてですね、筑波の第一コーナーとか、ああいう感じの印象で入っていきます。記憶に新しい方はいるかもしれません。カタロニアのセクター2の入りがこんなでしたね。セクター2入った時に、うん。で、一気に2に下げてもいいし、あ、行き過ぎたなと思ったら、ここの今、ブレーキラインの終わり際にあるんですけど、今ね。ここで2に変えたらフィットします。インベタを行きますよ。内側を回っていきましょう。慎重にアクセルを開けていきます。前回だと滑るポイントですね。ここは確かにしましまに飲み込まれてからブレーキで左に行くんですが、加減が難しくてですね、思いっきり左に切るんじゃなくて、コースの形状をよく覚えて、キュウリを避けながら行きます。
そうすることによってスピードが保たれますね。こんな感じです。ここからかつての私より早くなったので、具体的には半年ほど前の私より早いと思うんです。何かいいものを見つけたと思うんですね。縁石の結構先まで行ってブレーキをします。4速のまんま、タイヤ痕が見えてるようですね。これに沿って入っていくのが早いようです。かつての私はちょっと早めにハンドルを切りすぎていたようですね。内側についたら3速にします。内側につく前でしたね、ブレーキのラインの終わりでした。3速にしてちょっとフィットさせて曲がっていきます。ブレーキラインのしましまに全部車体が入ったらブレーキして3速です。ここのですね、縁石のもう全部くっついて回るような感じです。これを超えたら左に棒を避けながら、棒の先に目指していくような感じでいきます。そうなんです。これがね、見てもらった感じは棒と並列というか棒の近くを通ってた感じなんですが、私は棒の先に行きたかったんです。棒に当たるとタイム失効を食らう場面は多いですからね。縁石の手前でブレーキを踏みます。3速のまんまだったか、3速のまんまでした。で、ここにもタイヤ痕がある。タイヤ痕に沿ってまだ全力で行きまして、この棒の付け根というか縁石に何やら黒いものがあるんですね。この前です。ここに並ぶよりずっと前ですね。ずっと前というか感覚的にはもうちょっと前でいいんですが、アクセルを離すことによってなんとか曲がりきれます。で、しばらくノーブレーキで行きました。ノーブレーキなんです。あ、セクターまだ続きがあると間違えてた。しばらくノーブレーキです。このセクター4になったらだいぶノーブレーキで行くんです。空力がある車だから。これがねえ、ブレーキいるじゃんと思うけどいらないんで。おう、うん、あ、このタイヤ痕がありました。あれに沿わせていくんですね。だいぶ5ですね、ずっと。そうそうそう。でもそう、それも今回新しく見つけたと思うんです。で、赤いしましまに飲み込まれたらブレーキをして2速で、必要なら1速にしてコーナー直前で曲げていきます。ここは縁石は結構奥から大胆に使いました。内側の縁石、点線に沿っていきます。緑エリア、黄色赤縁石の横にかまぼこ、ややかまぼこがあると。カニカマぐらいのやつだ。はい、カニカマ手前で一回ちょっと位置にしてですね、弱ブレーキと位置で方向転換します。場合によっては短いブレーキでしたね、弱というか。これでやってすぐ2に変えて押し出すような、また慎重なアクセルで立ち上がっていきます。慎重なアクセルにせずともいけることがあるんですけど、滑らず問題なくいけてしまうことがあるんですけど、あんまり実はスピードが出てないっていうことになりがちなので、ぐわっとね、うん、ハンドルを戻すのと連動させるようなというかね、モラも苦戦したんですけど、うん、難しいですね。ああいったようなアクセルが必要になります。ここではワンラップはそんなにカツカツしてゴールドを取らなかったです。もう雑談のコーナーですね。あ、帰るのやめて、帰るのやめて。これこれ一つ向きに見れる感じでストップとかするんですね。そうそう、セクター、各セクターがゴールドで取れてたら頑張ったらいけるんです。だから頑張りましょう。で、わからないところがあったら、さっきまで止めて解説してたでしょ、あれテンポが悪いから、このあたりを繰り返し見てみてください。うん、これも私たちの声なくてよかったのかな、なんていう。まあいいでしょうって思えばありますか。あ、邪魔ですかね。繰り返し見てほしいんですね。意見があったらコメントまで、うん、お願いします。なかなか悲しいです。声ない方がいいですとかね。
そうか。どうでしょうね。まあ、この投げるのが難しいんですけど、一応行けるようにはなるんですよね、うん、各セクターゴールを取ったらね。多分だいたいそんな印象ではありますけど、つな、うん、げるのが難しいなと思ったら、各セクターでゴールド取っててももうちょっと記録更新するためにやってみるとかね、そのうちに覚えてますから、うん、多分覚えてらっしゃらないんだと思うんです。そう言って各セクターはゴールド行ったけど、なぜだか行かないっていうのは、うん、なのでね、この手の解説動画は、ね、結構ね、何回か見てもらうのがね、うまい使い方なんじゃないかなと思うんですよね。うん。ということで、ね。1回じゃ覚えられませんね。ほんと。そうなんです。グランツーリスモの道、険しいの。険しいですね。もう。ほんと難しいね。多分思ったより険しいので、うん、ここは一つ、なんとか、長い目でね、よし。練習しようと思っててくれるとめげずに済むと思うんですよね、うん、練習うまさだけが全てじゃないですけど、いろいろできるゲームですけどね。お、行きました、うん、21秒でいいところですから、だいぶ余裕がありますね、うん、真似てもらったらおそらく行くと思います。このスパフランコルシャンを走った時のアシストセッティングはトラクションコントロール0 ABS 弱い。こちらはブレーキがよく効く設定ですね。この下の方のメッセージを読むとよくわかると思います。で、この走行ラインアシストを全てというのにやりますと、点線とマーカーが出てきます。さらにブレーキングエリアをオンにすることによって赤いしましまが出てきて、ブレーキそろそろ踏んでくださいよっていうのがわかるようになってますので、これを出してやるとやりやすいという方がいるかもしれません。解説には非常に都合が良くてですね、使わせてもらってますけど、出してやるのも私はおすすめです、はい、そしてスタビリティマネジメントとカウンターステアアシストはオフで行きました。スパフランコルシャンのサーキットエクスペリエンスのゴールドの取り方でした。これはね、いつでも挑戦できます。オンラインタイムトライアルというのがスポーツモードで開催されてまして、うん、あれで優秀な成績を残すと2億クレジットです。これサーキットエクスペリエンスもやってなくて、オンラインタイムトライアルもまでやってなかったら、元で準備なしで、3億クレジット以上ですからね、取っていかれるといいと思うんですね。オンラインタイムトライアルはスポーツモードからアクセスするのですが、プレイステーションプラスに入ってなくても遊ぶことができます。ここはね、言っとくと修行になりますね。うん。で、ちょうど GR3 車両で同じような性能の車なんで、割と今回は違いすぎるとかがなくて、で、うん、いい練習になるかもしれません。サーキットエクスペリエンスで学んだことをそのままね、結構近い車、ね、うん、持ち込めるような印象にできると思います。タイヤが違う、うん、タイヤがレーシングミディアムです。こちらのサーキットエクスペリエンスが、あっちはレーシングハードだったと思います、うん、サーキットエクスペリエンスで練習してオンラインタイムトライアルを遊ぶのもいいですし、オンラインタイムトライアルでゴールド取った、さてどうしようかな、覚えているうちにサーキットエクスペリエンスもクリアしとこうなんていうのもいい方法かもしれませんね。もちろん他にも自分で好きなようにレースを走ってみたりとかね、いろいろやり方があると思います。上手くなった後のレースは多分格別だと思います。ということでね、これからもこのチャンネルはグランツーリスモの最新の流れに乗せていろいろやっていくので、グランツーリスモの最新情報、動向が気になるときは、このチャンネルのことを思い出してください。もう忘れないでしょ？キュウリだ、アスパラだ、言ってるヘルメットがいるこのチャンネル、兄弟でやってます。濃いよね。濃いよね。ね。忘れないね、これは。圧がすごい。ずっともだよ、ずっともずっとも。ということで、ここまでお届けしてまいりましたのは、エクストリームアーティストのラブレイとモラでした。動画のご視聴どうもありがとうございました。また会いましょう。See you next time.